どうも、ここはつくば店です。はい、本日はですね、ある実験をしたいと思います。はい、何ですか今日は。今日はここに水を垂らします。はい、するとどう？なる？これ、いや、来てる。やばい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 。え、これ合ってる？鈴木さんの言ってたやつ。お、お、来てる。来てる来てる。まだ垂らした方がいいんじゃねえのこれ。いやちょっと様子見ましょうよ。止まったら垂らす？うん。すごい。本当に動き出した。わかります？動いてんの。このね、中央に水を垂らすことでね、動くんですよ。これだけ動かないと。なんでしょうね。どうしたんでしょうか。もうちょっと垂らす。来てる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 。いいですね。順調ですよ。来てる。いやー、なんか微妙な動きしてますね。でもあとこの下の子たちがうまくつけば、活発に動いてる。いやー、この惜しいな。ここ地味じゃない？惜しいな。もうちょっとでできるんだけどね。もうちょっとだな。なんだろうな、惜しいな。頑張れ頑張れ。もうちょっとだぞ。あ、でも、あ、来た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 。来た、くっつくくっつく。うわ、くっついた。おぉ、なんとか、いびつですけど。星になりました。はい。ということで、爪楊枝を折って、中央に集めて、真ん中に水を垂らすと、星の形になるっていう実験でした。はい。見事にちょっとだけ星の形になって、ちょっといびつですけどね。なんか徐々になんか、ほら、星型になってきましたね。うん、はい、というわけで実験はまあ成功って言えば成功なんじゃないでしょうかね。はい、はい、皆さんもぜひ試してみてください。これ勝手に動くんでね、すごく不思議な現象になってるので。はい、もうびちゃびちゃになると動かなくなっちゃうんですか ね。そうですね。中央に垂らすぐらいで、はい、ぜひ試してみてください。それではバイバイ。